ハンジ・フリックことハンス・リーター・フリックは、ドイツ・ハイデルベルク出身の元サッカー選手、現サッカー指導者。現役時代のポジションは MF。2021年7月より、ドイツ代表の監督を務める。ドイツ U-18 代表に選出されるなど若い、内から頭角を表し、1985年、20歳で、バイエル・ミューン,ケンに加入。 MF として5年間で104試合に出場し、5得点を挙げた。1990年には、ケルンに移籍するも、怪我の影響もあって1993年に退団。その後は、故郷の小クラブ、ビクトリア・バンメンタールで過ごした。ビクトリア・バンメンタール時代の1996年に、同クラブの選手兼任監督に就任し、指導者としてのキャリアをスタートさせた。 1999年にチームはオーバーリーガからの降格を余儀なくされたが、フリックはさらに1年監督を続けた。2000年7月に当時オーバーリーガに所属していた TSG1899 ホッフェンハイムの監督に就任。就任1年目にしてリーグ優勝を達成し、チームを3部に昇格させた。その後チームは3部注意をキープするが、 目標としていた二部昇格は叶わず、契約満了により2005年に退任。翌年、ジョバンニ・トラパットーニを新監督、ローター・マテウスを新ヘッドコーチに迎え入れた、レッドブル・ザルツブルクのアシスタントコーチに就任。ザルツブルクでの若手発掘の手腕が評価され、2006年にドイツ代表のアシスタントコーチに就任。UEFA ユーロ2008では、前の試合で、 監督のヨアヒムレーブが退場処分となっていたため、準決勝、ポルトガル戦で、急遽チームを、指揮、3から2で勝利し、チームを決勝に導いた。その後も長らくレーブ監督の右腕として活躍し、2014、FIFA ワールドカップ、ブラジル大会では、優勝を経験。ドイツ代表の黄金時代を支えた。ワールドカップ優勝直後の2014年、 ドイツサッカー連盟のスポーツディレクターに就任し、一旦現場を離れた。2019年、FC バイエルンミュンヘンのアシスタントコーチに就任すると、11月3日に、成績不振のため解任されたニココバチ監督の後任として、暫定監督に就任した。あくまでも暫定の監督であり、フリックもその立場を受け入れていたが、就任2試合目で、 ドルトムントとのデアクラシカーに4から0と圧勝11月15日にバイエルンの正式な監督に就任したこの時にはカール・ハインツルン・メニゲ CEO が少なくとも年内までと発言していたがその後年内の発戦を6勝2分とチームを復活させ12月22日にシーズン終了後までの続投がクラブ公式サイトで発表された4月3日 監督就任後21試合18勝という、圧巻のパフォーマンスが評価され、2023年6月30日までの契約延長が発表された。第32節のベルダーブレーメン戦で1-0と勝利し、チームを前人未到のリーグ8連覇に導いた。同年のチャンピオンズリーグでも、準々決勝では、FC バルセロナに8-2の歴史的対象を収め、 パリ・サンジェルマン FC との決勝を、結果は1から0だったもののシュート12本、ポゼッション63%と圧巻の内容で、全勝優勝を果たした。2020から21シーズンに入ると、選手の起用法に関して、ハザン・サリ・ハミジッチ・ SD と意見の相違が伝えられたが、本人は否定した。千二十一年二月には、DFB が、サッカードイツ代表の監督候補として、 フリックの名を挙げ、本人も興味を示したため、バイエルンのカール・ハインツルン・メニメ代表取締役は、不快感を表明する事態となった。同シーズンのチャンピオンズリーグ、準々決勝ではパリ・サンジェルマン FC に、合計スコア3から3のアウェーゴール差で敗れ大会を去ることになると、サリハミジッチ SD との確執報道が加速。2021年4月17日の VFL。 ボルフスブルク戦で勝利を挙げた後に対談希望を明言し、4月27日には同シーズン限りでのフリックの対談が発表された。2021年5月25日、ユーロ2020終了後のドイツ代表監督に就任することが発表された。クラブ個人、ありがとうございます。